駅東側北側南側で入り口線上台北駅は千葉県千葉市若葉区線上台北一丁目にある千葉都市モノレール2号線の駅である。駅番号は CM14? 相対式ホームに面2線を持つ高架駅でバリアフリー設備として地平から改札外へのエレベーターと改札外からホームへのエレベーターがそれぞれ設置されている。 改札口は東側に1カ所あり、自動改札機、自動券売機が設置されている。出入口は改札外コンコースより北側に1カ所と、地平から改札外へのエレベーター1機、南側に1カ所と、地平から改札外へのエレベーター1機がある。2019年度の1日平均乗車人員は1052人で、ある。千葉都市モノレールの駅では、18駅中13位。 近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。駅周辺は閑静な住宅街が広がる。駅東側には小桜橋通りがあり、隣駅の千上大駅までは約800メートルしか離れていない。駅北東側に300メートル進むと四街道市との地域がある。上草学園短期大学四街道、特集会病院あたり駅北側で入り口方面。 千葉東警察署あたり駅南側で入り口方面、ありがとうございます。